皆さんこんにちは、ナビゲーターの加藤です。本日はヤママンが開発したニュータウンユーカリが丘に来ています。このユーカリが丘では街区エリアごとにそれぞれが異なるコンセプトの下で美しい街づくりが行われています。そこで今回はユーカリが丘一番の子育て街区ビューガーデンをご紹介します。都心部へのアクセスも便利で、通勤通学ショッピングなどにも気軽にお出かけできますよ。またヤママンユーカリが丘線は14分でタウン内の6つの駅を一周し、地域住民の便利な足となっています。各駅はタウン内のすべての住居から徒歩10分以内でアクセスできるように配置されていて、とても便利です。ビューガーデンの最寄り駅は中学校駅です。ユニークな名前ですよね。近くには伊野中学校があり、地元の方にも親しんでもらっています。ラッシュ時間帯だと8分間隔に電車が来るので、通勤通学にもとても便利です。さらにヤママンユーカリが丘線を補完するため、周辺の住宅地とイオンタウンユーカリが丘などさまざまな施設を結び、タウン内を運行する路線バスがコアラバスです。この至れり尽くせりの交通網はユーカリが丘での暮らしをより快適にしてくれます。ここユーカリが丘北公園は木々に囲まれた中に芝生が広がる約2万1000平方メートルの広大な公園です。休日にはお子様と一緒にここでのびのびと遊べますよ。ビューガーデンはユーカリが丘の中でもユーカリが丘北公園、宮の森公園、井の向原公園など自然の潤いのあるロケーションです。その安らぎのある住環境を守り、お子様とご家族の安全や触れ合いを考えた街区計画が取り入れられています。広く見通しの良い街区内道路に沿って並ぶ区画は最低敷地面積135平方メートルを確保。ゆとりを持った敷地計画や林道間隔によってプライバシーが守られ、良好な日当たりや風通しも配慮されています。また死角の少ないオープン外交によって街の防犯性を高めています。幹線道路から街区への入り口を2カ所に限定、街としての独自性を持たせ安心感のある住環境を創出しています。街区内道路は緩やかなカーブを描き、車両のスピードを抑えるとともに T 字路とハンプを多用することで一時停止や慎重な運転を促して、お子様や歩行者に優しい理想的な街区を実現しています。お子様だけでなくご家族皆様の安心安全をキーワードに、防犯性を高める取り組みが街全体で行われており、ヤママンで事業展開しているホームセキュリティやタウンセキュリティ、パトロールなどセキュリティ対策もバッチリです。街区の中心には遊具を備え、見通しの良い二の向原公園を設置。歩行者専用道路はお子様だけの登下校やベビーカーの通行も安心。ところどころにあるベンチで休憩もできます。子育て世代が多く住む当該区、学校や共通の話題などで自然に仲良くなれ、コミュニティが育みやすいのも大きな魅力です。働く親御さんにもご利用いただきやすいよう、中学校駅前には認可保育園宮の森ハローキッズがあります。病後児保育室が園内に併設されているのが特徴です。小さなお子様のいるご家族にはとても安心ですね。小さなお子様はすぐ熱を出したり怪我をしたり、とにかく目が離せません。こんな時は病院が近くにあると心強いですよね。駅前には検診や予防接種も受け付けるスマイルキッズクリニックがありますので、お子様もすぐここで見てもらえます。中学校駅徒歩すぐのところには生鮮市場スーパーテラオがあります。中に入ってみましょう。青果、鮮魚、精肉、日用品、食料品などが豊富に揃い、毎日の食卓をにぎわいのあるものにしてくれます。駅前ですので保育園やクリニックに寄りながらここでお買い物をすると便利ですね。本日はビューガーデンをご紹介しました。住まいの近くに木々の緑があふれ、四季折々の風景が日常生活と一体化したこの街づくりは、子どもたちののびのびとした成長にきっと役立つことでしょう。
自然の潤いが子どもたちの心を健やかに育み、忘れられないふるさとになるのがこのビューガーデンです。現在公開中のモデルハウスがありますので、ぜひご家族でお越しください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ナビゲーターの加藤がお伝えしました。